Engine for the life。車で行こうです。今回紹介するのは2世代目となったトヨタのプラグインハイブリッド車、プリウス PHV です。トヨタが次世代のエコカーの柱と位置づける PHV。今回は開発担当者の方へのインタビューも交え、プリウス PHV の実力とエコカーの在り方について考えていきます。新型プリウス PHV は専用デザインや EV としての性能アップなどプリウスの派生車種という枠を大きく超えたモデルチェンジがポイント。 PHV ならではの車の味がどうなっているのかも注目です。はい、それではポイントから見ていきましょう。トヨタのハイブリッド車の代名詞プリウスをベースに充電機能をプラス、 EV としても使えるようにしたのがプリウス PHV です。新型では4灯式 LED ヘッドライトを採用したフロントマスクやリアのダブルバブルウィンドウによって普通のプリウスとは違った PHV ならではの存在感を主張しています。新型の最大のポイントが EV 性能の大幅な向上です。駆動用バッテリーの大容量化やシステム効率のアップにより仙台比でおよそ 2.6 倍となる 68.2 キロの EV 走行距離を実現、EV モードの最高速度も時速135キロとなりました。さらには発電機を一時的にモーターとして使い、本来のモーター出力に加えることで力強い加速も実現しています。充電面ではチャデモ方式の急速充電器への対応に加え、量産車で世界初となる駆動用バッテリーへのソーラー充電システムを採用しています。また合計1500ワットまで外部給電も可能です。その他にもトヨタセーフティーセンス P やネットワーク接続機能を備えたナビゲーションシステムなど先進装備を数多く採用しています。プリウス PHV のグレードと価格はご覧の通りとなっています。従来よりもハイスペックにできることも増えた新型モデル、車との新しい向き合い方に注目ですよね。そうですね、ということで CM の後はいよいよ試乗です。Engine for the life。 今日はプリウスの PHV に試乗しています。先代のプリウス PHV、お世辞にも成功したとは言えなかったんですね。乗っていると少しでもアクセルを踏み込むとすぐエンジンがかかってハイブリッドモード、ハイブリッド車として走ってしまった。乗ってみるとハイブリッドのプリウスとあんまり変わらない、そんな反省もあったんでしょう。新型プリウス PHV はバッテリーの容量そしてモーターの能力をほぼ2倍と先代に比べてぐんと底上げしてきました。その結果何が起こったのかというと、もうこれ普通に走ってる状態ではエンジンをかける必要がほとんどというか全くなくなりました。今料金所からフル加速をしてみます。これモーターだけで加速してるんですね。このぐらい加速すれば、いやこれはもう十分すぎるぐらいのレベルですね。周りの車に、例えばついていくっていうのは苦もなくできますし、状況によっては周りの流れをリードするということももう十分に可能です。この EV で走っている感覚、これがまずは新型プリウス PHV の大きな特徴になっています。で、実はこのプリウス PHV にはハイブリッドモードに加えてチャージモードというのが用意されていて、このボタンを長押しすることによって高速道路でもあるいは停車中でもエンジンをかけて、それで発電機を回して、バッテリー充電することができるんですね。例えば高速道路でチャージモードを使ってバッテリーを充電しておいて、街中に出た時に EV モードにして、エンジンをかけないで走行する、そういった使い方もできるわけですね。今回プリウスの PHV、僕はこれが新型プリウスの実は本命じゃないかなと思っているんですけれども、デザイン的にもプリウスと比べるとぐっと上質感増してきています。 TNGA を採用したということで、これはプリウスでもそうだったんですけれども、プリウス PHV も非常に乗り味がいいですね。いろんな路面いろんな速度で余裕の走り、質感の高い走りを味わわせてくれるのがプリウス PHV のいいところですね。
さあ一般道に入ってきました。 EV でまだ30キロ走れるよということは表示されているんですが、この上り勾配に入ってまあさすがにみるみる落ちていきますね。29だったのがもう28を切るぐらいですね。やはり上り坂では相当電力を食うということです。ただ大人4人が乗って全く動力性能に不足感はありません。まあ、こういった街中でエンジンをかけないで走れるっていうのは、まあ想像以上に気持ちがいいです。これはあの僕もこの車に乗ってみて初めて感じましたが、やはりそのエンジンがかかってるかかっていないというのは物理的なもの以上にそのドライバーの気分も変えてくれると思いますね。さあワインディングに入ってきました。今パワーモードを選びました。よりこのモーターが鋭く反応するようになるんですね。まあ、この TNGA が持っているポテンシャルですね。このコーナーにスーッと気持ちよく曲がっていく感覚とこの力強いモーターの組み合わせ、とても気持ちのいい走りを生み出してくれています。このプリウス PHV なんですけれども、乗ってみてすごく僕が気に入りました。次世代の車である、新しさが、すごく色濃く感じられるということなんですね。まあ、まだまだ PHV 少ないんですけれども、このプリウス PHV の登場によってプラグインハイブリッドというものに多くの人の注目が集まるのは間違いないでしょうね。それでは安全性の評価に行きましょう。プリウス PHV の安全性評価はこのようになりました。あのカタログ見てたら一見あこれ全部丸がつくな、二重丸もつくな、よくできましたなと思ってたんですけれども、よくよく見ていくと、S グレードにセーフティーセンス P のレスオプションなるものが存在しました。ということでこの番組の基準でいくと、このような評価になります。あと一息ですね。そして燃費なんですけれども、今回はバッテリー満充電の状態からスタートしておよそ200キロ走ってリッターあたり20超えてきましたね。 21.4 キロ記録しました。ともちゃんどうでした？はい、あの走行モードをパワーモードにして走ったらアクセルを踏み込んだ時のレスポンスが高まってモーター走行のインパクトが増しましたよね。特にパワーモードの時ってスッと踏むとグッと出る感じ、まあ、テスラのモデル S ほどではないんだけれど、でもこれだったらエンジンかかんなくてモーターだけでも十分運転楽しめるなっていうぐらいの動力性がありますよね。そうですね、はい、さてここでプリウス PHV のユーティリティチェックです。まずは後席に乗り込んでみましょう。まあ、このようにルーフ落ちてる素敵なデザインになってるんですけれども、実際乗り込んでみるとどうでしょうか。開口部自体は横方向が結構取られているので乗り込みやすいですね。後席の空間です。身長162センチの私で膝前は結構広くて原骨 3.5 個分も入りました。ただその分頭上の方は若干狭くて原骨 1.5 個分というスペースですね。そしてこのように後席は2座になっていて、つまり4人乗りの車になっているというのが PHV の特徴です。中央にはドリンクホルダーと、ここを開けていくと小物入れがあって、これは使いやすそうですね。閉めればアームレストとして使えます。ラゲッジスペースです。バックドアよく見てみると、なんと軽量光合成のカーボン素材が使われている贅沢な作りでした。さらに床面を見ていきますと、このようにちょっと上に底上げされているんですね。手前側には充電コードが下にしまえるスペースがあるんですが、その奥はバッテリーになっているんですね。広さ自体は、奥行き自体は結構あるんですが、高さがちょっと制約がある感じがします。もっとたくさん荷物を載せたいときは40対60の分割可動式、ちょっと段差が生まれる構造になっていました。さらにこのように外部給電機能もついているので、合計で1500ワットまでの電気製品が使えます。専用のコネクタをつなぐと普通充電ポートに差し込めばエンジンをかけずに使えるというのも嬉しいですね。なるほどね。やっぱりバッテリーをいっぱい積まなきゃということでちょっと上げ底になっちゃったっていうのが、まあ、懸念材料といえば懸念材料なんですが、一応ゴルフバッグは種類にもよるけど2つ入るっていうことですよね。はい、そうですね。はい、この後はメーカーの開発担当者の方にお話を伺っています。一旦 CM です。
それではプリウス PHV の開発を担当された金子さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。金子さん、そもそももともとプリウスがありましたと、はい、そこに PHV を加えたのが先代だったんですけれども、はい、まあ、今回も PHV を出してきた、トヨタっていろんなそのエコカーをやってるじゃないですか、はい、FC もやってる、はい、それから EV もやってる、はい、そのあたりトヨタのこの環境車エコカーに対するその取り組みとか考え方から聞かせていただけますか。はい、トヨタ自動車はですね、やっぱりガソリンってすごく安くて扱いがまあ簡単で、うん、非常に持ち運べるエネルギーなんですけれども、そのガソリンをですねいかに節約して使うかっていう小石油っていういわゆる、言われている、ものと、あとやっぱり、ガソリンを使わない脱石油のこの2本柱でですね実は車を開発してまして、で脱石油は我々はやっぱりFC を、一番頂点に、EV も含めて、開発してるんですけども、その小石油の中でですね、まあ、いかにそのガソリンを上手に使って、いい環境車を作るかというところの頂点に今回は PHV を置いて開発をしています、なるほど。そうするとハイブリッドももちろん小石油のトップランナーだったけども、はい、さらにその上に来るものだよと、はい、いうことになるわけですね。そうですね、PHV の特徴はそのいわゆる非常に扱いやすいガソリンを、まあ、限りなく節約しながら使うということと、あとは、さまざまないろいろな資源から作られる電気エネルギーをですね、それをエネルギーに使ってうまくその両立をするっていう部分での、賢い使い方というところで PHV をしたんです、なるほど。今回の PHV には急速充電チャデモのポートがついてますよね、はい、でこれアウトランダーの PHV EV なんかでもそうなんですけれども、はいはい、EV 乗ってる人がプラグインハイブリッドが急速充電器使ってると、はい、いやもうガソリン入れれば走るんだから、はい、ちょっとこう充電を譲ってよって、はい、そういう話が結構ちらほらと聞こえてきた、はい、そのあたり今回のプリウス PHV でもなんか同じようなトラブルというか、まあ、問題が起こるんじゃないかなという懸念もありますけれども、はい、まあ、今回は、やはり EV にとってはですね非常に急速充電というのはセーフティーネットの大きな重要な、まあ、デバイスということもありましてですね、一応車の中にですね、譲りますタグと言われているですね、そういったものを、まあ、準備することによって、やはりちょっとコミュニケーションのきっかけになればなというような形で、まあ、トヨタとして準備をしてまいりました。これ例えばね、はい、マンションなんかに住んでる人は充電できないんだよなと、はい、そういう方がでも EV 走行したいでプラグインハイブリッド欲しいんだ、となった場合に、これはプリウスのハイブリッドと比べてやっぱりこっち買った方がお得な部分っていうのはあるんですか。ハイブリッドモードのですね、燃費については、実は、ハイブリッドのプリウスと、今回のプリウス PHV とでは、同じ 37.2 キロっていう、数字を持っています、はい、今回、PHV の方が実は車重が重いんですけれども、電池の大きさが非常に大きいものですから、ブレーキで、回生したエネルギーをよりやはり溜め込みやすい、回線の量もまあ大きく入れやすいということもあってですね、まあ、それでハイブリッド燃費を、まあ確保しているわけですけれども、特に坂のアップダウンが多いようなところであればそれだけ燃費もですね非常に良くなるので、ぜひそういった使い方でも皆さんお試しいただければなと思います。ハイブリッドモードで走っても、はい、プリウスには燃費で負けないよと。あ、そうですね、はい、これが一つやっぱりこう自慢なわけですね。そうですね、まあ、そこはもうターゲットにして開発をずっとしてもらいました、なるほど。今日はどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。それではここでトヨタプリウス PHV の評価に行きたいと思います。僕の評価はこのようになりました。丸、これハイブリッド走行時の圧倒的燃費とEV 走行の気持ちよさですね。ハイブリッド走行時の燃費というのはやはりプラグインハイブリッドにとってもすごく重要なんですね。で、最近は欧州車でもプラグインハイブリッド車どんどん増えてきていますけれども、やはりエンジンがかかった状態、要はハイブリッドモードで走っている時の燃費は圧倒的にこのプリウス PHV いいですね。そこがやはりこの車の大きなアドバンテージだと思います。と同時にやはり EV 走行でもあれだけ気持ちよく走れるというのはすごくこの車の魅力というのをぐんとかさ上げしていると思います。×、これは
上げ底になった荷室フロアです。先ほどのユーティリティチェックを見ていただければ分かると思うんですけれども、ちょっとこう高さ方向足りないなと、このあたりねすっきり収まったらもっともっと魅力的な車になるんじゃないかな。というのもゴルフの GT というプラグインハイブリッドは全く普通のゴルフと変わらないユーティリティ実現してるんで、このあたりもうちょっと頑張ってほしいですね。はい、私は丸なポイント、これは走りの基本性能の底上げと車との新しい向き合い方です。エンジンと大容量のバッテリーを定評のある TNGA のプラットフォームに搭載することで得た走りは一連の動きにブレが少なくてとても快適で質の高い走りを披露してくれます。さらに非常時に電源機能として使える外部給電をはじめタブレット感覚で使える 11.6 インチのナビ、便利な情報が得られるだけじゃなくて実は緊急車両の手配ですとか車両のトラブルの際に通信機能を使ってサポートしてくれる、そんなハイブリッドの一歩先の未来が体感できる車になっている、これがいいんじゃないかなと思いました。そしてバッテン、これは私五郎さんと一緒ですね、荷室の段差あり、背の高さのある荷物を乗せたいときは後席を倒して車の奥の方に乗せてもらうとか、なんかそういった工夫が必要かなと思いました。開発担当者の金子さんもこの荷室のこのちょっと高さって言ったら頑張ります、やりますっておっしゃっていたんで、多分これはそう遠くない将来には改善されるんじゃないかなと思います。ということで2人の評価はこのようになりました。